それでは試合を開始してまいります。アークエス対ラフモンスターズの試合です。波動ファイト。さあ開幕からねエナジーボールが飛び交っております。アークエス対ラフモンスターズの試合です。アークエスの方が3151 5221 5221、ラフモンスターズ3241 1135 5311ということで、アークエスの方は全員アタックに振ってきています。全員ねステータスシールドには振らない状態で来ています。対するラフモンスターズの方は1人シールドを置いています。さあ5221が2人いるという状態、かなりスピードがね速い状態のねプレイヤーが2人いる。アークエスからの攻撃にラフモンスターズ2点現在も取られているという状態ではありますが、ラフモンスターズしっかり1点取り返してきていますね。さあ硬いシールドすでに使い切っている状態になります。ここからは両チームとも殴り合いの試合となります。さあこのね1枚薄いシールドでもしっかりね使っていきたいところのラフモンスターズですね。さあ2対1ラフモンスターズもう1点取れるか。ここで取ったのはアークエース、ライフ1枚の選手ちょっとしっかりと避けていきたいが、そこをしっかり狙ってきたアークエース、追加点を取っての勝利となりました。アークエスおめでとうございます。